はい、玉ねぎ著名人研究家の小村です。今はですね、こちらに来ております。10区でございます。10区です。これからですね、お墓参りに行くところは松岡永久さんのお墓参りに行きたいと思います。松岡永久さんはですね、大正昭和期に活躍されました日本画家でございます。大和絵の復興に力を注いだ巨匠の方でございます。お墓はですね、10区1種13側の19番になります。10区1種13側はですね、もうここでございます。ここでございます。で、この道沿いではなくてですね、松岡永久さんが眠られるお墓はですね、この裏側になります。裏手側のここですね、ここを曲がった右手側に、ありますので、ちょっと向かいながら説明していきたいと思います。松岡永久さんはですね、兵庫県、神崎郡出身でございます。本名は照夫と言いました。儒学者で医者の松岡美佐夫さんの末っ子の八男としてお生まれになりました。お兄さんはですね、長男のお兄さんは医者で松岡かなえさん、そして三男で歌人国文学者の井上道康さん、六男で民族学者の柳田邦夫さん、そして七男で海軍大佐民族言語学者の松岡静夫さんがいます。他にですね、次男と四男と五男のお兄さんがおりましたが、早くに亡くなってしまいました。成人したのがですね、松岡永久さんを含め5人で、これが世に言うですね、松岡五兄弟でございます。三男で歌人国文学者でも活躍されました井上道康さんはもうですね、玉蓮にございまして、19区1種12側でございます。井上道康さんはですね、この後の動画でもご紹介したいと思います。はい、到着しました。こちらになります。この入り口の右側にですね、このように松岡永久のお骨状と、刻まれた石柱が立っております。はい、こちら五輪塔のような形のお墓にはですね、何も刻まれておりませんが、入り口にですね、石柱が立っております。では簡単にですね、ご紹介の続きしていきたいと思います。幼少期にお兄さんの松岡かなえさんに引き取られ、現在の茨城県北相馬郡利根町に移り住みます。この地で子どもの頃から歴史画や武者絵を好み、1895年明治28年に橋本雅邦さんのですね、ところで、学びますが、とにかくですね、なんかこう基礎的な勉強というよりも、とにかく鎧を描きたすぎて、ちょっと橋本雅邦さんとはちょっと合わずですね、そこで、お兄さんの友人の田山片江さんの紹介で、1897年大和絵の大家と呼ばれていました山名貫義さんを紹介されてですね、その方を支持します。そして大和絵の林画の指導を受けました。余談ですが、田山片江さんのですね、お墓も玉霊にありまして、動画が上がっておりますので、ぜひそちらご覧ください。1904年東京美術学校を首席で卒業。在学中にお兄さんの井上道康さんからですね、日本書紀天の岩戸再生の項目から取られた永久という名前をですね、画号として名付けられまして、以降ですね、松岡永久と名乗るようになりました。卒業後、神奈川女子師範学校の教諭を務めていましたが、大和絵の先輩の小堀智人さんが教授を務めている東京美術学校の助教授に誘われ就任します。ちなみにですね、この小堀智人さんも多摩霊にお墓がございまして、動画上がっておりますので、ぜひそちらをご覧ください。1912年、第6回の文展においてですね、宇治の宮の姫君たちという作品がですね、初入選いたします。翌年の文展に出品した、住吉詣はですね、宮内庁がお買い上げになりました。1916年大正5年の第10回文展に出品した「室君」という作品はですね、重要文化財になっています。その翌年の第11回文展で出品した「道成寺」という作品はですね、特選三席になり、そのさらに次の年の第12回文展で出品した「山科の宿雨宿り」という作品はですね、特選首席と立て続けにですね、傑作を世に出しました。1916年、平福百水さん、らとですね、美術団体金霊社の結成に参加します。平福百水さんもですね、多摩霊にお墓がありまして、動画上がっておりますので、ぜひご覧ください。1920年、大阪堺出身の、ご自身の門下生でもあった林静野さんとご結婚されております。奥様はですね、松岡静野としてですね、画家として作品も残っております。1921年、自らを筆頭に門下生たちとですね、新興大和絵会というのをですね、創立して大和絵の復興運動を展開しました。1929年昭和4年に第10回定展に出品した平治の重盛、この作品は帝国美術院賞を受けております。1930年に帝国美術院会員にも選出されました。1932年第13回定展にですね、出品した右大臣実朝という作品はですね、代表作の一つでございます。この間1929年にですね、フランスで開催されたパリ日本美術展展覧会、パリ日本美術展覧会に「鵜の花車」という作品をですね、出品して、なんとですね、フランス政府がお買い上げになっております。この功績で1931年フランス大統領からですね、勲章も授与されております。1935年に、定点の開祖で画壇が大きく揺れ、松岡永久さんはですね、長年勤めていた東京美術学校を辞して、その同年9月に自ら名士となってですね、国画院を結成されました。1937年には帝国芸術院会員ともなりましたが、翌年心臓喘息ですね、心不全による呼吸困難のためですね、お亡くなりになってしまいました。去年は56歳でございます。ざっと簡単ではございますが、松岡永久さんのご紹介をさせていただきました。ではお墓参りしたいと思います。はい、松岡永久さんのご紹介とお墓参りをさせていただきました。以上でございます。